Yeah.
あなた子供は？娘が一人。子供は常に人間という規範から外れてきた。つまり確立した自我を持ち、自らの意志に従って行動する者を人間と呼ぶならばね。では人間の前段階としてカオスの中に生きる子供とは何者なのか。明らかに中身は人間とは異なるが、人間の形はしている。女の子が子育てごっこに使う人形は実際の赤ん坊の代理や練習台ではない。女の子は決して育児の練習をしているのではなく、むしろ人形遊びと実際の育児が似たようなものなのかもしれない。一体何の話をしてるんです？つまり子育ては人造人間を作るという古来の夢を一番手っ取り早く実現する方法だった、そういうことにならないかと言ってるのよ。子供は人形じゃない。人間と機械、生物界と無生物界を区別しなかったデカルトは、5歳の年に死んだ愛娘にそっくりの人形をフランシーヌと名付けて溺愛した。そんな話もあったな。